どうも、コウズです。今回ですけども、J1 第33節鹿島アントラーズ戦プレビュー徹底分析ということで、アルビレックス新潟ベース鹿島アントラーズの試合の展望をやっていきたいと思います。目次です。新潟対鹿島のポイント、新潟ポイント、予想メンバーといつもの4打構成でやっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。新潟対鹿島ということで、3連敗中の新潟がホームに鹿島を迎えて行われる一戦と、通算対戦成績が新潟の9勝19敗9分けと、まあ、非常に苦手としている相手の一つですね。大きく負け越していると。だし、まあ、やっぱりなかなか勝ててる印象のないチームですね。鹿島という相手は。今年の前半戦は鹿島のホームで引き分けでしたが、過去直近5試合での成績は新潟の1勝1分け3敗。この1勝もルヴァンでのものですので、まあ、リーグ戦となるとなかなか勝ててないというふうなところ。ただ、鹿島もリーグ戦で6試合勝ちなしと、直近調子を落としてます。直近5試合だと3分け2敗と。そして、サイドバックながら9得点を挙げているルーキー、ノーの選手が怪我で離脱と。逆風にさらされていると。まあ、一方の新潟も守備が崩壊。直近3試合で11失点と。名古屋戦以降、守備が立て直せていないと。これ本当に、重大問題。攻撃陣では前節太田選手が復帰後の初ゴール、小見選手もベンチに戻ってきたので明るい材料はあるものの、鹿島新潟ともにですね、落とせない状況で迎えているとこの試合をね、新潟はここで勝ち点を積み上げないと本格的に残留争いに巻き込まれてしまうと。岩田がね負けたもののっていう感じで湘南勝ってるので、18位の勝ち点によるんですけどね、非常にちょっと危なくなってるっていう、残留争いのチームがより団子状態なので、札幌も勝ちましたしね、団子状態になってきてるだけに油断できなくなってるのも緊迫感を増してると。危機感持ってますかっていうとこっすよね。ここでやっぱ勝ち45ぐらいまで乗せると安全圏かなっていう気がしますけど、まあこれも岩田の結果次第、岩田札幌次第ですけどね。鹿島のポイントいきましょう。やはり鹿島はですね、カウンターとセットプレー、そしてクロス攻撃に強みがあるわけですが、まあ、そう考えるとやっぱりサイドバックの野選手の離脱は相当に痛いと。特にもう気づいたらゴール前にいるっていうのがね、野選手の良さでもあるから、そういったプレーが果たして野選手抜けた穴に、どれだけ響くのかと。まあ、しかしながら、まあ、柴崎選手、上田選手、そして鈴木優真選手も健在、ゴールキーパー早川選手も好セーブ連発と抜け目がない。前回対戦時は仲間選手がね活躍した印象もありますし、アシストランキング上位の名護選手とともに局面での勝負強さと個の能力の高さはですね、やっぱりリーグでも高いレベルにあると、まあ、J1 の中でもトップクラスかなというふうに思います。やはり古豪鹿島、なんだろう、やっぱ勝者のメンタリティというと鹿島アントラーズが出てきてしまうんだな。高さで劣る新潟的に鹿島のディフェンス陣相手に空中戦をするのが分が悪いので、まあ、持ち味のパスサッカーでどこまで鹿島を崩せるか、鹿島はどこまで自分たちの土俵に持ってこれるかのせめぎ合いが、まあ、ポイントになるだろうというふうなところと、まあ、やっぱりそのなんていうんですか、名古屋、神戸、そして川崎ともにハイプレスで、ね、新潟に勝ってるので、まあ、そこをどうするかですよね。新潟のポイント、川崎相手に5失点の大敗、簡単にカウンターから失点、ミスも多かったと、質が悪かったですねと、さすがの松橋監督も苦言を呈す模様。名古屋、神戸、川崎と新潟対策をして、としてハイプレスに圧力をかけて、ディフェンスラインからのパス回しでエラーを出させる意図を非常に感じると、まあ、それにまんまとはまってしまったと。まあ、ただ、これ堀米選手も以前コメントされてましたけど、まあ、そういうふうなハイプレスの中で逃げずにボールを回すという強い信念を持つことが重要であると、まあ、それもそうなんだよね。その逃げが少しでも出ると、例えばロングボールもその意図したロングボールっていうのと苦し紛れのロングボールとは違うじゃないですか。だからその無理してつなぐっていうことに対してやきもきしてるね、アルビスサポーの方もいると思いますけど、これもしょうがないんですよね。そのもう危なっかしくてももう意地でも回すっていうのを放棄してしまうと、じゃあ今まで積み上げてきたものって何なのってなっちゃう怖さが逆にあると。要はもうなんだ、2016年とか2015年とか、まあその柳下監督のラスト
イヤーから、まあ、吉田達磨さんの 横パスバックパス時代を見てた方からするとやっぱりカウンターサッカーを刷り込まれてた当時のアルビのサッカースタイルの中でボールを持たされるということがいかに危険かっていうそういう時代からはもう、ね、アルベルト監督のおかげでですね、まあ、非常に払拭できて、まあ、自分たちが自信を持ってボールを握るということができるようになっただけでも、まあ、アルビというチームは大きく変わったわけですけれども、うーん、そこを捨てられないっていう事情もあるのよ。それを捨ててしまうとじゃあこれまで積み上げてきたものって何ってなるので、だからそれを払拭するにはそのプレスをかいくぐる質の高さ技術力というものを体得しておかないとうまくいかない、うーん、ということですね。まあ、ただ今節はですね、出場停止明けの宮本選手が復帰するということでディフェンスからのパスの引き出しに動きがより出てくるのは期待が持てると。まあ、対人に、ただ対人に強い鹿島相手ですのでより質は高いレベルで求められると。で、まあ、太田選手が前世で得点したのを追い風にしたいですし、もともと決定力の高い選手なので鹿島戦でも得点を期待、より調子が上がっていれば期待できると。あとは両サイドバックとサイドハーフの縦関係の守備のポジショニングの整理はしたいと。これとある記事でね、藤原選手がインタビューに答えてましたけど、やっぱ高木選手が中に入った前節、藤原選手が外に張ってポジショニングを構えて、ただそこの構えたタイミングでボールを取られてしまうと藤原選手が元いたポジションっていうのが空いてるので非常にカウンター食らいやすい。じゃあ待ってればいいかって言ったら、その右サイド張れない、だからまあ川崎戦では左サイドからの攻撃が非常に多かったわけですけど、まあ、そうなると相手も守りやすいよね。左サイドをもう圧縮すればいいだけ、サイドチェンジをしようにもサイドに選手がいない、それを藤原がカバーリングしようと思ったらその藤原の背後を狙われる、じゃあどうすりゃええねんっていう話になっちゃうので、やっぱそのサイドバックとサイドハーフの縦関係っていうのは非常に重要ということですね。なので、まあ、だから高木選手が中入るんだったらセンターフォワードだったりトップ下の選手が横張るとかね、代わりに、だからそういうポジショニングのカバーの試合っていう、やっぱそこが重要ですよね。攻撃時の立ち位置が相手ボールになった際の穴になる可能性があるというのは今言った藤原選手のポジショニングの問題、いやサイドハーフのポジションに応じて動いたらその背後狙われた時どうすんねんっていう、そこの連携が鍵になると。当日はですね、同時生配信する予定になっておりますと。ぜひ、一緒に見ましょう。ウィナー予想はですね、2-1で2月勝利。まあ、さすがに3試合で11失点してる中、守備陣立て直すといっても、やっぱ無失点はきついかなっていうことで、1失点するとなったら勝つためには、まあ、じゃあ2点必要かと。まあ、いう予想です。スタメンの予想、こんな感じ。まあ、橋本は継続でしょうと。で、川崎戦途中から出てきた小見太田は、スタートから使ってみてもいいのではと。いうふうに思います。まあ、小野長倉はやっぱりもう変えらんないかなと。で、宮本復帰は秋山がより生きる可能性があると。稲村がいればっていう部分はありますけど、まあこんな感じかな。前節アシストした星選手もね、いろんな場面でポジションこなせますから、そういった意味では非常に楽しみかなというふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。